はい、こちらも菅野頼丈さんの三毛でサイズが26センチです。お願いします。はい、稲妻模様の三毛です。こちらは紅は割と色は上がっております。肌はよく抜けております。はい、サイドです。顔も綺麗ですね。はい、こちらも顔綺麗です。際もしっかりしてます。中です。こちら紅が非常に厚みのある紅質です。もっと墨が増えてこればですね、稲妻模様墨が出るだけでですね、本当に1ヶ月2ヶ月後では今の見栄えとは全然変わってくると思います。はい、ちょっと縁いっちゃいました。はい、ごめんなさい。はい、お待ちください。はい、頭からのこう稲妻模様がいいですね。はい、ここでしょうか。重要な場所にちゃんと墨持ってますので、2ヶ月後3ヶ月後ではですね、魚が見違えるほど変わってくることもあります。はい、ちょっと正面向いてほしいですね。はい、もう一度いきます。はい、どうでしょうか。はい、最後寄りたいと思います。なかなか向いてくれないですね。はい、やっぱりこう動画で映しててもやっぱ紅がちょっと他のより非常に赤く仕上がってますね。そうですね、多少は分かっていただけるんじゃないかなと思います。どうでしょうか。じゃ最後追い込みます。はい、こっち向いてください。はい、一度正面行ったのでご覧いただけましたでしょうか。すいません、言うこと聞いてくれなくて。はい、こんな感じです。はい、サイズの方26センチです。ぜひよろしくお願いします。